はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はですね、こちら、バーメイドになんと新しい URL 章が追加されたということで、早速ね、使っていこうと思います。いや、めちゃくちゃ可愛い。やばいね、可愛すぎない？うわーいいね。まあ、以前ね、動画で、まあ、二つぐらい動画作ってね、このバーメイドが来るよっていうのを紹介したんですけれども、実際に今回のアップデートによってショップにね、販売されました。で、これ、まあ、ショップで売ってるんですけれども、こちらの衣装は期間限定となっておりまして、まあ、限定でのね、販売になっております。まあ、相手鹿だね。おー、さあちょっとこれワンチャンチェイスに、これなりそうだね。さあ、頑張っていきましょうか。本当に可愛いな。可愛すぎる。いや、すごい。パリピ。でね、僕が今つけてるこの、衣装なんですけど、なんと携帯品もね、今回同時に追加されまして、それがね、この、サングラスになってます。はい、この色違いの、すっごいおしゃれなサングラスですね。あ、ここはちょっと感謝。うわー、これいけるかな。マーメイド、そう、超むずいからな。さあ、ここは見て、ちゃんと見て。ここよし、OK! うまい！いやー、今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 、加速のお酒で避ける。さあ、素晴らしい、フラ、嘘ー。めちゃくちゃハンターさんもうまかった。ハンターさんもうまかったな。今、フライホイールでね、チェーン避けたんですけど、うまいね、ハンターさんもね。さあ、21秒避ければ、復活できると。さあ、あと、8秒、7、6、5、4、3、いけるか、2、1、なんとかいけた。いやー、危ねー。オッケー、なんとかなんとか回復できましたね。いや、ほんと、フライホイールのおかげ。ただ、ハンターさんが、マジで、いいな、それ。ちょっと待って。じゃあ、2個目作っちゃおうかな。ありがとう。ありがとう。最高だよ。ありがとう。待って、なんか歩き方めっちゃ変なんだけど。バイ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 。さあ、2個目間に合うか。なんとか間に合った。ただ、これ存在感溜まっちゃったから、次チェーン食らっちゃうと、死ぬ。次のチェーンを、避けないと死ぬ。よしよしよし、開けた開けた開けた。え、ついてきてるね。オッケー、そこにワープがあると。はい、よーし、でかいでかいでかい。ナイス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 。いやー、占いさんマジでナイスタイミングだったな、本当に。すごい。ロングワープ。わ、これ悩むなさ、正直言うと、ロングワープはなくても、いけるような気がするんだよね。だからちょっと今回はあえてなしでいこうかな。1回目のチェーン。で、次のチェーンを避けないと死ぬ。次のチェーンを避けないと死ぬ。よし、オッケーオッケーオッケー。はい、2個目のお酒になります。はい、2個目のお酒。オッケーオッケーオッケー。強い。いやー、なんとか、なんとか間一髪生き残っているよ。よしよしよし。さあ、バーメイドの初手2回回復が間に合うかもしれない。さあ、どうだ。あと8秒。7、6、5、4、3、2、一、オッケー。で、ここチェーンは絶対当たんない。ここなら当たんないから大丈夫。ここはね、ここ当たんないから。よしよしよし。オッケー。オッケーオッケー。で、次のチェーン2個目はあるから、これを避けないとダメ。オッケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、いいぞ、いいぞ。バーメイド強いなぁ。ほんとに。さ、ここはちょっと乗り越えよう。ほんとにすごい。オッケー。で、チェーンがあったら死ぬからね。チェーンをなんとか避けるような動きを。で、行きたい。さ、1個目のチェーン。続いて2個目の。チェーン、ここ！あー、まあでも普通にいいか。うん、オッケーオッケーオッケー。フライホイール使ったりなんだけど。まあ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 。いいでしょ。先に行けば待って、これは、ドライブンチェイス、これ来た。あ、これ、来たー！全然携帯品の紹介できなかった。うん、全然紹介、もうチェイスに集中しすぎちゃって。携帯品つけるとね、結構エフェクトが追加されるんですよ。そう、今回 SSR 携帯品なんで。なんでね、まあ、皆さん見てたらわかるかなと思います。もしあれだったらちょっとね、見返してみてください。よし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 。いやー、すごい。バーメイドの力フルで活用したんじゃない？今回ね。ロングワープ。これ空いてるかな？ま、こっち空いてないか。ゆっくり回していきましょう。で、価格なんですが、これね、パックで売ってて 32% オフになってるので、パックで購入するとめちゃくちゃお得です。確かね、2600ドルエコーだったっけ？ 2633 だったっけな？まあ、そんぐらいだった気がします。UR 衣装単品だけで、待って待って、やばいやばいやばい、待って待って待って、ごめん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 。やっちまったごめん喋りに集中すぎちゃった。やばい、ごめん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 。マジでやった。マジでやった、これは。本当に。マジで喋りに集中すぎた。もう大使の命よりも、あ、いくらだったっけなーってことに集中すぎちゃった、ちょっとこれは。よっしゃ、はい、急げ急げ急げ、ゴー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 。ごめんね、サイシャン。ごめんね。ごめんね。UR 衣装単品だと2888エコー。もしくは、12888かけらで、SSR 携帯品単品で買うと、1080エコーぐらいだったっけな。まあ、それぐらいだった気がします。うん。
あでも本当圧倒的にパックの方がお得なんですよ。いやでもすごいな、ちょっとこれ味方が救助行って、すごい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 、ワンチャンあるかな。ナイス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 、いいぞいいぞいいぞ。いや本当に味方さんありがとね、本当もうこんな集中すぎちゃっても。これちょっとロングワープに多分目指してるはず。入れるかな。はっ、あ、こ消えた。どうだ、ちょっと戻っとこう。はい、乗りまーす。本当にね、もう夏って感じで可愛いね、この衣装ね。もうそろそろ真夏ですから。うん。ほんとマジパリピだよな。ビーチに、ビーチのパリピだをね、感じます。羨ましい。僕絶対海とか行かんからさ。羨ましいわ。うわ、待て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 、マジでもう、またやら、あーやばい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 もう本当に喋ったらダメなタイプの典型的なやつ、もう本当にもうやらかしまくりだこの試合は。ごめん味方さん、マジでごめん、迷惑かけた本当に、ごめん。本当皆さんは絶対ね、戦うとき戦いに集中してやるようにしましょう。僕本当にもう典型的なダメ男になっちゃったな。喋りに集中してプレイがおろそかになるというね、本当に YouTuber にあるまじき行為。本当にもう何年、1年以上ね、YouTube やってるのにも、何をしてんでしょうか。救助食いてくれるの、こんなダメ男助けてくれるの、嘘でしょ、おい、嘘だろ、おい。ねえ、ちょっと、やばい。やばいよ、ちょっと感動する。やばいやばいやばい。味方が最高すぎる。え、いいの、あー、ナイス、壁、占い師の壁。いやー、ナイスすぎる。待って、まだ油断できない、まだ油断できない。あのね、チェーンであるから。あー、やばいよ、やばいよ。やばいよ、これはやばいよ。ちょっと、待ってくれ。みんなで、みんなで走るんだ。いやー、これは、ちょっと、やらかしてもうっとな、これは。ほんともう。いやー、これはうまいね、アンダーさんね。やっちまいましたわ。あ、ちょっとこれカスタムマッチなんで許してください。うん、絶対もう本当にこれ、ランクまでやっちゃダメですからね。ほんともう、反面教師にしてください。やられちまったー、しか恐るべし。ということで、次の試合は絶対リベンジしましょう。はい、ということでね、続いて2試合目やっていきたいと思います。いや、ちょっとさっきの試合マジで最後やらかしちゃったんでね、もう次は絶対にもそんなことならないようにも、全力で、おい、嘘だろ、おい。こんなことあるのか、おい。こんなことないよな。あ、OK、よかった、バレなかった、よかった、よかった、よかった。ほんとにマジで気をつけよう、ほんと。おい、おい、ここ入ってんのか、ここ。いや、グレイス強いよね、なんか最近ほんとランクまでもね、よく当たるんですけど、グレイス。めちゃくちゃ強いんだよな。オッケー、さあ今回解読ということで、さあやっていきましょうか。うん、本当にもうマジでさ、すごいよ本当に。他の YouTuber さんすごいわ。よくみんな喋りながらやってるよね、試合をね。本当にすごいと思う。よくやれるよな。僕さっきはね、チェイスに集中してる時はできてたんだけど、もうその後衣装のことも話そうと思ったらもう。マジで考えがあれになっちゃって。あ、かわいい、見て、かわいい。え、この携帯にとすごいなんか合うな、白と。かわいすぎるんだけど。いいね、ほんとに。で、この帽子もかわいい。ほんとに、めちゃくちゃ綺麗なお姉さんだよね、バーメイドって。綺麗だね。ほんとに。結構ね、なかなかランクまで見ないキャラクターですけど。本当にめちゃくちゃ可愛いんですよね、このキャラクター。やべ、ちょっとごめんなさいね、画面が。本当にね、もっとランクまで使えるように、もうなんか情報修正とか来ちゃってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。結構心理学者が、あれ？え、すごい、おー、すごいすごいすごい。傭兵さん、すごい、こっちまで来たの。じゃあお酒あげるよ。はい、飲んでね、これ。はい、せーの。一気の木。はい、はい、はい。よいしょー、オッケー。
ちょっとお酒作って。オッケーナイス。ちょっと待って、これ終わりんじゃねこれ。終わりんじゃねこれ。やっべぞ。やっべぞこれ。入っちゃダメ、絶対入っちゃダメ。まあ頑張ろう。フライホイールは使う。はい、よいしょ。オッケー。まあね。ダメージ食らう。おお、鬼没使ったか。これ間に合うな。はい。フライホイールはね、本当にダメージ食らいそうになったらね、使う使い方がやっぱ一番強いですから。よし。さあ、先ほどのチェイスを思い出せ。チェイス自体は上手かったからな。その後がダメだっただけで、チェイス自体は上手かったからな。よし。はい、ごめんなさい。もうこれ、ハンターぶち切れてるよ、これは。ほんとに、ちょっと。これはハンターぶち切れだな。さすがにちょっとこれはやばいな。はい、飲みますよ、せーの。はい、一気気の大きい。はい。ありがてえ。ほい。いやー、ナイス。ありがとう。オンに切るぜ。さあ、あと10秒。あと12、待って。はっ、危ない。よし、あと9、8、7、6、5、4、3、2、1。よーし、回復。やった。いやー、ほんと、サイスさん様々ですわ、もう。ほんとにサイス様様。はい、やばい、ちょっとお遅なりこしちゃった。あ、危ねえ。ちょっと待ってね、出血がやばい。危ない。さあ、どうしようかな。加速で逃げるっていう手もあり。ここ、絶対ビヨーンってくるから、加速。はい、緊急回避。はい。あ、やっ、惜しい。くっそー、ちょっと手前に倒しちゃったな。緊急回避、いい線だったんだけど、惜しかった。まあ、なんとか。近くここにあるか、絶対離れよう。ほんと、グレイスの地下最強なんで、絶対ここ離れないとダメ。とにかく、地下から離れよう。はい。もう、地下から離れるだけ、それでいい。地下から離れるだけでいい。地下から離れて。あーっと、上がる。マジ？ここは落下せずにちょっと時間稼ごう。よし、オッケー。うん、ここは落下せずにね、椅子までの距離稼いでいく。いや、味方の回答早すぎじゃない？ちょっと。まあ、今回はやらかさずに終われるか？さあ、どうだ？いけるか？はい、釣って、オッケー、釣られる、大丈夫。ゲート開いた。瞬間移動、ちょっと。あっち開かなかったね。ただ、傭兵が救助に来てくれてるね。ありがとう。さあ、どうなるかな？はい。ありがとう、傭兵ちゃん。マジで、ベストタイミング。あははは、めちゃくちゃ踊る。ダンスが上手だね。それ、学校の文化祭でやったらめちゃくちゃモテるやつだ、それ。お、いい形状。よし。さあ、もう、ゴールは目前でございます。急げー！ ゴー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 。あ、出れる？もしかしてこれ4逃げか？さっきのリベンジを果たすのか？あ、どうだ？4逃げ来たー！オッケー！ナイスー！やったということでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんもぜひ購入してみてください。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。